皆さんこんにちは、フィットネスメンターヒロです。今回もご視聴ありがとうございます。皆さん、田畑式トレーニングって知ってますか？この田畑式トレーニングはもともとスポーツで採用されたトレーニングメニューになるんですけど、これはですね、身体機能向上、心肺機能向上、それだけでなく体脂肪の燃焼効果、さらにはミトコンドリア、生物のエネルギーを生成する向上と言われているもの、ミトコンドリアが増加することによって疲れにくい体ができるとも言われているんですね。で、この田畑式トレーニングの良さは1日たった4分で終わるところなんですよ。1日たった4分でこれだけの効果が得られるので、今はもう世界中で人気のトレーニングとなっています。で、この田畑式トレーニングがおすすめの方は、筋肉をつけて脂肪を落としたい方、でダイエット中で無駄な脂肪を落としたい方で、今ウェイトトレーニングをしていて大会などを目指していて、なかなか最後の脂肪一絞りができないという方にもすごいおすすめです。もちろんスポーツをやられている方でスポーツのパフォーマンス向上にもめちゃくちゃ効果的なので、ぜひですね、今日一緒にやってみましょう。で、この田畑式トレーニングで大切なことは全力でやることです。心拍数をいかに高めるかが大切になってくるので、ぜひですね、全力で4分間やってみましょう。ということで、実際にトレーニングしていきましょう。ということで、実際にじゃあやっていきましょう。20秒間全力で、そして10秒間休憩を8回繰り返していきます。まず1つ目がスクワットなんですけど、かかと重心で小さな椅子に座るように意識してやっていきます。この時お腹にもしっかり力を入れて行っていきます。かかと重心でやっていきましょう。常にかかと重心、お尻を少し後ろに突き出すような感じでしゃがんでいきます。お腹にもしっかり力を入れて上半身ぶれないようにしていきましょう。じゃあ残り5秒です。できるだけ早く、できるだけ早く、じゃあ10秒休憩、次はジャンピングジャッジ、このような動作になるんですけど、これも全力でやっていきます。20秒間やっていきましょう。田畑式トレーニングで大切なことは、早く早くやることです。OK、 10秒休憩。次はマウンテンクライムです。マウンテンクライムは膝を体の中心に向かって蹴っていきます。1秒間できるだけ早くやっていきましょう。バーピーも速く、そしてジャンプするときは高くやっていきます。またスクワットに戻っていきます。肩重心でできるだけ早く、肩重心でしっかりと上半身固定してやっていきます。次はジャンピングジャックス。20秒全力で中心磨きで切っていきます。
ラストバーフィさん、最高のトレーニングができましたか？今回ですね、トレーニングをしてもらって、この脂肪燃焼効果があるトレーニングなんですけど、この体を作るにあたって運動というのはめちゃくちゃ大切です。なのでぜひですね、毎日の習慣に取り入れていただきたいんですけど、食事管理っていうのもめっちゃ大切になってきます。で、今回ですね、おまけとして僕がですね、普段食べてるものをちょっとご紹介したいなと思います。僕は料理とかすごいするのめんどくさいんで、まとめて簡単に作れるものをいつも採用してるんですけど、今回ですね、この炊き込みご飯ですね。はい、もう何の調理とかも全然いらないんですけど、一応ご飯にですね、味をつけるために、炊き込みご飯の素があるんですが、それちょっとリンク貼っておきます。その炊き込みご飯の素を入れて、鶏むね肉を上にバーンってのして、炊飯器のボタンを押すだけですね。で、僕はですね、それ以外にもやっぱ野菜を増やしたいので、中にキノコを入れたりとか、その時々のですね、スーパーで安くなってる野菜っていうのを一緒に入れて炊飯器にで調理しちゃってます。はい、なのでですね、めちゃくちゃ美味しくて簡単にできるので、ぜひですね、炊飯器で鶏胸肉炊き込みご飯っていうのを作ってみてください。野菜を正直言って何入れても美味しくなるので、味が足りない場合は醤油、酒、みりん、あとはだしとかを入れてちょっと味を調整してもらったらいいかなと思います。はい、ということでですね、今回も最後までご視聴していただきありがとうございます。このような感じですね、フィットネス情報、栄養学であるとか、フィットネス関することをですね、投稿していますので、もしよかったらチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。ということで、また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。